おはようございます。おはようございます。待ってました。お願いします。お願いします。今日一日は、今日は朝練がないんで、午前中に、僕会場入りする時とか会見の時とかスーツ着てるじゃないですか、はい、そのスーツを今回も新しく新調するのに、あの銀座のオーダースーツ屋さんにちょっと予約入れてあるんで、そこでちょっと新しいオーダースーツを頼んでから1時から、打撃の練習する。ブレイブじゃなくてドライフォースかで、トライフォースで打撃やってから、その後、組み技の練習ブレイブで少しして、でちょっと仕事入れてから母親ん家で食事って今日は予定ですね。ゆきさん、基本的には練習拠点はブレイブとトライフォースがメイン？そうですね、ブレイブとトライフォースが基本的にメイン で、あと西新宿にあるディーズボクシングって、昔からちょっとフィットネス感覚で行ってるところで、フィジカルのトレーニングだったりとか、まあ、体力面はそこでちょっと強化してるような感じなんですけど。なんか秋山さんと一緒に階段ダッシュ、あれも週1で階段ダッシュやろうって秋山さんに言っていただいて、週1で1時間ぐらい車でかけて行ってます。はい。何着ぐらいあるの？何着？わかんないですけど、とりあえず服が好きで、うん、これでも結構捨てたりとか売ったりしてるんですけど、こっからいつも どんな気分かなみたいな感じで決めるんですけど、はい、毎日毎日この部屋でこの部屋でこの部屋で30分悩む時もあるんですよね。今の一番お気に入りの服とかあるんですか？お気に入りの服、この2つのジャケットとかはまだ着てないんですけど、この2つはなんかもう超大事な、なんか試合の時とかの会見の時とかに着れたらいいなと思って、ね、まだ取ってあるんですね。まだ出してないです。それちょっと見たいですね。これ着てるの、これ着る時は勝負の時だなと思っていいですね、これ。いいですよね。そうです。でもこの辺はもう普段着るっていうよりも結構なんか絵みたいな感覚で買ってますね。ああ、コレクション的な。コレクション的な感じで、はい、いつかまあ、なんかもっといいとこ住んだら飾ったりとかしたりとかして、はい、絵見てる、洋服とか見てるのが好きなんで。あ、なるほど。なんか超かっこいい服見ると高くても、はい、これとか300万とかするんですけど、なんかそれでもかっこいいから、家に。うん、宝としておいてくれて、はいはいはい、で、なんか本当大事な時に会ったら着るみたいな感じかなと、うん、今日はこれでいきます。もともと犬好きで、はい、いや猫とか嫌いだったんですよ。猫は実家の周りに野良猫がいっぱいいたんで、はい、猫めっちゃ嫌いだったんですけど、はい、あの子をペットショップで見た時に、はい、一目惚れして、なんか犬のコーナーに一匹だけ猫がいて、はい、ど真ん中に、はい、でその日に初めて猫飼って、その2ヶ月後ぐらいにオスの、あの子メスなんで、なんか可愛い、一目惚れしたから子供も欲しいと思ってオスの同じ種類を探してたら、たまたまお台場の一番でっかい、それこそまたペットショップの犬のコーナーにど真ん中に着いて、同じ状況で、うち120万もしたんですけど、なんかで子供を生まれて、その子供を母親と姉にあげて、あ、本当にじゃあ子供、奥さんもいるんですね。そうなんですよ、子供いるんですよ、はいはいはい、でね、母親と姉にあげて、もう2人ともめちゃめちゃ犬好きだったら、もうね、猫で気合いになる。僕の YouTube の、あ、すいません、メンバーです。お願いします。
あの晴れてる時は自転車です。基本はい。それかこれです。なんかランドマークの怪獣入りの時もすごい車で来てましたね。ああそうっすね。ファントムあのロールスロイス。あはい。なんか一番最初の時は別に多分撮られてると思ってなかったんですけど。はい。一応なんか車で行ってスーツで行ったら撮ってもらってたんで、すごいそれでなんかいい感じだったんで、めちゃくちゃ決まってましたもんね。あれ、あ、待って、よかったです。あの時のスーツもその今から行くところで、あ、そう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 、そうなん、あの時のスーツもそうです。イタリア製でした。イタリアで出会ったんですよ。イタリアのピッティっていうイベントで声かけてもらって、ユシ君ですよねっつって、はいはいはい、そっから繋がって、東京の銀座でスーツ、オーダースーツやってるんで、イタリアの生地だけ使ってるオーダースーツやってるんで、よかった来てくださいって言われて、で行って、そっから仲良くなって毎回作ってもらえるようになったんですね。あ、そうなんですね。そうですね。なんかもっと日本の格闘家もそういう服装とか、はい、一応エンタメとしてお客さんが行って成り立ってる職業だと思うから、もう少しそこら辺もなんか自分に合ったファッションとかをもっとこだわった方が見てる人が楽しめるのかなと思ったんで、もう僕はそこ得意分野だから、なんか新しい風として僕がそこをガンガン見せていくことで、あ、そういう見せ方って人気出るんだとか注目されるんだっていうのが格闘家の人も多分もうちょっと気づいていくのかなと思って、みんなで僕がそこの底上げできたらなっていう。いや、めっちゃ思うっすね。やっぱ僕 UFC とか海外のやっぱすごいその最強の人たちとかも見るんですけど、あの人たちって伴ってるんですよ。そういう花とかもその自分のキャラクターもやっぱ確立されてるし、ファッション一つにしても最近の UFC のその観客席のところとかもやっぱ映されてるんですけど、みんなやっぱりチャンピオンの人たちって超ド派手でめちゃめちゃ個性的で光ってるんですよ。日本の格闘家って強くてもなんかこう光ってない人って結構いるなっていう、強いだけみたいな。もっと見せ方こだわってファッションとかこだわれば、もっとその人にしか出せないオーラとかって絶対出せるはずなのに、そこに気づけてない人が多いなっていう、ちょっと上から見せて申し訳ないけど、比べた時にやっぱそういう違いが見えてしまうから、そこがもっと変わったら逆に俺の出る幕なんてないのにって思うし、実力がなくてもそこが持ってるから俺は出してもらってるけど、実力があってそこも持ってる人がたくさんいれば俺が出る幕なんて本当はないんですよ絶対って自分で思ってるから、美味しいなって逆に。だから今そこにこだわって、な、日本でもそういうなんか風潮みたいなのができたら、もっと格闘技に興味ない層とかもなんか、あ、この人輝いてるしかっこいいから応援しようとか、そういう風に繋がってくるんじゃないかなって思ってるって。なんかやっぱこだわってるのは、まあ、平本蓮とか、まあ、芦沢流星とか誰かな、最近ウルカ選手、あ、ウルカ選手もおしゃれですね、かっこいいですねぐらいじゃないですか。そのなんかそこら辺が全部伴ってる選手って日本だとあんまりいないのかなと思うんで、そういう風になったらいいのかって。ああ、そうかもですね。やらない方がストレスです。何もしないと、うわ、なんか何も準備してないとか、新しいもの見せられないとか、なんかやっぱ期待以上のものを提供したいって毎回、そのボディビルやってた時とかもホストやってた時もそうですけど、なんかそう思っちゃう性格なんで、なんか、まあ、次もこんなんしてくるんだろうな、あ、こんななんだ、すごいっていう、なんか、うん、期待を裏切りたいっていう、そうですね、そう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 、いい意味でうまいこと期待を裏切って、うん、想像を一個超えていきたいみたいなのはちょっとあるんで、初っ端でそう、車窓のところでやるってめちゃめちゃ気合い入れてやったから、まあまあアップハマところでスタートしてるんですけどそこを越えていくっていうのがちょっと大変だし、確かに。
おはようございます。すいません、お待たせしちゃって。いえ、どうぞ。大村さんです。あ、どうも、こんにちは。半分イタリア人です。飲める飲める、最近。何で、お茶って言った。いや、コーヒーです、すいません。コーヒー言ったよね。僕、最近ちょっと大人でデビューしたんで。え、コーヒー飲めない。コーヒー飲めなかったんですよ。意外。ほんとっすか。いや、もうめっちゃ甘いのしか飲めなかったんですけど、最近ガムシロップ1個でいけるぐらい。これまでチラッと打ち合わせしたい。うわー、なんかすげえ。そうですね。レベル上がってるし、でしょ。変えたんですよ。全身より黒よりもこっちにした方がバランスいいかなと思って。前は全身これでいこうかなって話だったんですけど、これブラックでいこう。どのブラックですか。スタンダードブラック。そう、もう本当にスタンダードのこのブラックでいこうかなと思ってるんで、もうちょっとコータカットがいいかなと思ったりするんですけど、どうですかね。ちょっとコータカット片方がいいかな。ですか。どうしたこれ。なんつかちょうです。よし、今度一緒に作ってて、10着今10着で作ってる。あ、そんなに作ってます。はい、今後それこそなんかもっと若い子たちにもかっこいいスーツを提供したいっていうなんか考えが僕らの中にもあったんで、なんかたくさんスーツ作っていって、今度ブランドも作っていこうみたいな話も、そうなんですよ。してるそうなんです。あ、一緒にって、はい、そうなんですよ。はい、どうしても日本の場合になんかスーツイコール作業着みたいな、なんかこうビジネスみたいな感じがつくんですけど、そうじゃなくても2人とも話したんですけど、もうスーツは本当に一番かっこよくて、男の色気が一番出る服だと思うんですよ。だからそこをね、やっぱりヨシコの力を借りながら、やっぱりヨシコもそういう色気を出していこうという、男の色気のあるスーツを一緒に作っていこうみたいな。一番やっぱ男の戦闘服だと思うんですよ。一番男がかっこよく見せれるのって本来はオーダースーツだと思うし、でもやっぱ硬くなっちゃうからあんまり着たくないって人が結構若者でも多い中で、こういうなんかこう斬新なかっこいいスーツっていうのをこう見せていけば、もっと今の若い子たちもちょっとスーツからもうカジュアルなストリートな楽なかっこいいを求めてる今の日本の若者たちが、カチッとしたこういうスーツのかっこよさっていうのをもっと取り入れてってくれたら、なんかもっと海外からもその日本のそういうかっこいい男の子のかっこいい評価っていうのも上がっていくのかなっていう。彼と一緒にいてここで打ち合わせしてするとね、やっぱハッピーなんですよね。なのでその今なんて言うんだろう、こう、硬直したさ、このなんかもう暗い日本にやっぱハッピーな方がいいじゃないですか、明るくてね。だから僕らはもうその服はもうハッピーじゃないとダメだと思ってるんで、だからもう細かい作りとかよりももうかっこよくてハッピーは僕らにとっては、でも作りは本当にイタリアの職人が一個一個手作りで作る商品なので、そこには自信があります。僕も格闘技ってやっぱ殺伐とした雰囲気で、なんかこう煽り合って罵倒し合って戦ってどっちが勝ったみたいな、なんか結構そういう流れが日本の方が強かったんだけど、もっとなんか華やかなものにして、なんかもちろんそういう人たちもいていいと思うんですけど、なんか僕はまた全然違うジャニーズですけど、ハッピーをみんなに届けるとか、入場とかファッションとか、戦い方も含めて、なんかエンタメとしてなんか見せていきたいという気持ちが強いから、だからこういうところから話もあるし、そっちの方が俺はなんか最終的に自分もみんなもハッピーにできるんじゃないかなと思って、そこの連鎖がうまくできたなって思ってます。そうですね、だんだんその戦いにも慣れてきたん で練習もしっかり積み重ねてきての今回3戦目ってことで楽しみですね。ちょっと試合で強くなってる姿っていうのを見せて、今回勝ち方も求められてるって思ってるんで、そのしっかり前回もスカ勝ちできたんで、やっぱ見てる人がなんか爽快な気分になれるような勝ち方を今回もできるように、ちょっとしっかりかっこよく勝ちたいなと思ってます。まあ、その試合の時落ち着いて戦えるってこともそうですし、そのそもそもの打撃もグラウンドの技術も寝技も全てにおいて、一番最初の時って本当に素人みたいな感じだったんで、その気合だけで喧嘩しに行くみたいな感覚でやってたんですけど、そこからはだいぶもう練習かなりほぼ毎日してきて今に至ってるんで、
全ての能力値が上がってるのかなっていうふうには自分の中で感じてるんで。いや、知らなかったっすね。でも言われてから試合見たりとかして、まあ、僕が出てた大会で、まあ、現役のチャンピオンみたいな感じなんで、まあ見て別に強そうだなとは思わなかったですけど、いやまあまあね、そういう気持ちでやんなかったら勝てないと思うし、僕はその水商売の人がこういうライジン出れるってことが俺はすごいことだと思ってるし、なんかそのきっかけが作れてよかったなと思うし、お互いやっぱり 100% でぶつかり合わないと、ああいう対戦相手あってこそのいい試合になるかなんないかって決まってくると思うんで、なんかやっぱり全力で向かってきてほしいですし、まあ、俺は俺でそんな甘くないんだぞっていうところをしっかり実力の差をつけて見せたいなっていうふうに思っています。まあいいから黙ってちょっと一回見てから評価しろよって思うんですよ。見て、じゃあ第1試合目オープニングファイトで俺が盛り上げて、あ、会場が温まったっすって、かっこよく勝って、それでも文句言ってくんだったら言ってこいよっていう。見てもいないのに、なんかそのナンバーシリーズに実力的にこいつは出すなとか、それは言うのは簡単だけど、実際、興行ってお客様あっての興行だし、エンターテイメントだと思ってるし、そこを僕が理解してもらってるから、呼んでもらってると思ってるから、なんか、しっかりそこを見せれたらなと思います。今回も対戦相手がそのホストってことなんで、まあ、ホストって言ったら僕の中で王子様っていうイメージがあって、ずっとその当時は仕事してたんで、まあ、王子様対決みたいなちょっと感覚で、今回は前回は悪者退治っていうテーマだったんですけど、今回は王子様対決で圧倒的な国王の力の差を見せないとなっていう、そういう感覚です。そうですね、打撃スキルはもともとある程度トレーニングは積んでたと思うのであるんですけど、試合とか見ると本当にもう、まあ、スピードと回転とあと勢いはすごいいいなっていうのも本人も伝えてるんですけど、そこはすごかったですね。で今一緒にトレーニングして、まあ、そこに僕の今まで培ってきた K1 で培ってきた理論とか、まあ、打撃の理論とかを乗せていって、あ、こういう感じでやれば自分は当たらないで相手に当てることができるんだみたいなものがだんだん分かってきたんじゃないかなと思います。あ、そうですね。で一緒にこう僕はこう理論を伝えていろいろ考えてもらうように練習はするんですけど、ただ考えすぎてしまうとそこの勢いだったりとかスピードとかがな、消えてしまうので、なのでそこのスピードと勢いが消えないように言葉をかけたりとか、はい、リズムを取ったりとかを意識します。なってるよりもこうやって離す場合がある、ね、これあるじゃん、うん、でここにつけられるとこれ蹴飛ばしてこれで逃げられちゃうから、ここで殴る、相手は刺してきたら、うん、そうでもそう一通りなんか今できるから、まあ、
チームで上がってるからさ、そう、ね、緊張すると思うけど、もうやってること出した方がいい。なんかそんな方が思う。ね、この間がねやっぱね硬くなっちゃった。はい。じゃあ、そうです。あの連絡するんで車つけたな。はい、わかりました。編集、そうそう、はい、どれぐらいのあれでやるんですか。月に2回ぐらいですね、研修。よし、よし、よし、コメントの関係。俺が来た時は基本的にあのファッションチェックとかをやってて、一人それぞれ、じゃあ今日の、まあ今日はなんだろう、みんなおしゃれなるべくしてきてね、多分言われてると思うけど、理由をつけてファッションも選んでほしいなっていう気持ちがあるんで、一人一人ちょっと、まあ、今日のポイントっていうのを、喋ってもらおうかなと思います。誰よりもこの短髪ジャケットが似合うっていうところを重視して、そう、まあ、ジャケットメインスタイルですね。はい、まあ、あれだよね、いつもスマホジャケットスタイル、はい、いや、きっとまあかっこいいと思うんだけど、そのジャケットスタイルの中でもう一段階上のレベルっていうのはあるのかなと思うんですが、なんかイタリア人みたいなのが真摯なスタイルでかっこいい人をもう少し勉強した方がよりなんか華やかになるのかなと思って、常にその一番かっこいい時の自分っていうのを演出できるようになると、あの売り上げもムラがなくなるので、そこら辺は、はい、このベースがすごいいいわけだな。せっかくやっぱ細っていう仕事を、まあ、若くして週に6回とか仕事をしてるわけじゃん、まあ、もっとさ遊んでるやつがいる中で、まあ、この仕事ってめっちゃお酒物持ち大変だと思うし、ただまあかっこよくはなっていける仕事だと思うから、もちろんその自分っていうものを男としてかっこよく高めていくのは当たり前になっていってほしいし、あのお客様を同時に幸せにしてあげてほしいなっていう、だそういう人間になれれば、なんか俺は年取ってからもう違う仕事しても、なんかこう人にハッピーを与えられるような人間に絶対なれてると思うから、俺はそのホストっていうのを通じてすごく成長させてもらったなっていうふうに今思うし、だからこそまあ今ね、ライジンっていう舞台で活躍させてもらってるけど、それってやっぱホストで人とのコミュニケーション能力っていうのを磨いてきたからこそ、ああいう会見だったりとかでいう言葉選びだったりとかっていうのは絶対上手くなったと思うし、人の心をこう掴めるようになったっていうのは、まあそのボディビルの大会出たりとか、まあ、ホストとかで見せる仕事をしてたからこそ、なんか人前に立っても別に物おじせずに、いや俺ってかっこいいでしょって、俺ホストで見られる仕事でもう10年以上やってきてるし、格闘家の、まあ、格闘技ばっかやってる人はもちろん、もしかしたら実力は追いつかないかもしれないけど、かっこよさで思わないと絶対負けないよって、マジやってきたこと全然違うからっていう、自分の土俵でもう勝負してやるっていうところができるようになってくると思うから、まあ、年取ってきた時に後悔しないように、なんかそこら辺の自分磨きだったりとか人をハッピーにさせる能力をつけたりとかっていうのは今のうちからなんかこう意識してやることで、なんか大人の時にやっててよかったな、ホストやっててよかったなと思うんだから、そこら辺のその根底にホストとしての大事な心得みたいなのってのは、なんかちゃんと芯を持っておいてほしいなと思います。大丈夫ですか。大丈夫。はい、じゃあ今日の終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした。いやー、そうですね、僕もうセンス東京3年ぐらい経つんですけど、ユースさんに憧れて大阪から来て。あ、ユースさんに憧れて。そうなんですよ。まあいつもね結構喋ってくれたりもするんで、だんだんちょっとファッションとかもちょっとユースさん寄りになってきてるところがあるんですけど、はい、まあ追いつきたいなと思って頑張ってるみたいな感じですね今。ユースさんどんな人ですか。いや、やっぱりかっこいいですね。いつもパッて来た時にもうすぐめっちゃオーラあるみたいな。そう、ほんでだからそういう人間になりたいなと思って、ちょっと最近体も鍛えてて、で今月大会出るんですけど、ユウさんの、まあ、あの出てたあの体の大会とはちょっと違うやつなんですけど、まあ、ユウさんも最初出てたような大会の大あれ体の大会に今月ちょっと大会なんで頑張ろうと思います。ユウさんも今月末大会。そうなんですよ。まあ僕とまあ一緒の多分日なんですけど、7月31日、僕もそうなんですけど、そうなんですよ。だからお互いいいあれになれるように頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you.
ヒデカツが好きなんですよ、昔から。でもあなた俺がヒデカツ好きって言ってから、もう俺来た時ヒデカツしか作らないよね。結構よく来るんですか。え？お母さんの人は月1来るかなぐらいだよね。月1ぐらいですか、うん、外で飯食うこともありますし、はい。先生はどんなお子さんですか。割と手のかからない子だったんですけどね、小さい時は。でもいやおしゃれなのはすごいおしゃれだったんですよ。2歳とか3歳ぐらいで、赤が好きで、派手な色が好きで、靴下から洋服から赤いものとか、あとチェックとか、ちょっとおしゃれなものが好きで、運動神経がすごい良かったので、パパが小さい時から2歳半、3歳ぐらいで本当のスキーの板履かせてでやってみたんだけど、まあ、その日のうちに滑れるようになったんですよね。小学校の時はもういろんなトロフィーとか総なめで大会あちこち出ると、まあ、大体、まあ、すごく上手な人いたんですけども、いつも3人の中の1人に入って優勝か準優勝かトロフィーとかメダルいっぱいもらってきて、得意でしたけどね。それで、まあ、お医者さんにさせようと思って1歳半から塾通わせて、幼稚園の、お受験して幼稚園に入って、でその後小学校のお受験で私が付きっきりで勉強と、あとスポーツのサッカーとか、それから的当てとか縄跳びとか、いろいろ全部1日に3時間ぐらい勉強させたんですけど、それで勉強が嫌になったのもあるんです見事素晴らしい小学校に入れたんですけども、まあ途中でお勉強好きじゃないことに気がついて得意なのはやっぱりスポーツだったんですよね、どうしても。そのうち地下にトレーニングルームみたいなのがあったので、そこにサンドバッグをある日買ってきて、で猫の砂だかなんか砂を周りに入れて、中にも入れてサンドバッグを毎日ボンボンやってましたけどね。あとはそこに置いてあるようなランニングマシンだとか、この自転車とかいろんなものを買ってきてそこに入れてやってたのかな。サンドバッグはやってましたけどね、いろいろそんなのやってましたね。サンドバッグボクシングやりたかったのか。高校の時にそのマサトさんに憧れて、うん、キックボクシングをちょっとやってて、で家でもなんか、あともなんか喧嘩売られやすくて、めっちゃ昔ちっちゃいから細いし、でなんか強くなりたいってその時思ってたんで、多分サンドバッグとかマサトさんに憧れてキック始めたりとかして、まあでもそんな長く続かなかったんですけどね、キックボクシングとかも。僕が言ってたのは厳しいとこすぎてちょっとついていけねえわと思って、でまあ遊んでましたね高校の時は。そうなんですよ。逆にミスターしたお母さんってどんな、いやもう超スパルタ教育でしたよ。だからもう横についてこの問題解けるまでここから出ちゃダメとか、トイレに行かせないとかめっちゃアンガーで叩いたとか言って今でも思ってる。いや本当体罰もするし、風呂とかもなんか問題解けるまで出ちゃダメみたいな、もうそういうなんかその勉強イコール嫌な思い出みたいなのが強くて、でどっかでなんで俺こんなんしてんだろうみたいなんで勉強が嫌になったってのあるんですけど、まあでもその朝とか必ず起こして、その遅刻とか絶対どんだけ風邪ひいて熱あっても行きなさい学校にみたいな、親医者だしそんな親にそうやって言われて行くしかないじゃないですか。それで毎日必ず、まあ、送ってもらって行ってて、それで朝強くなったっていうか、その時間厳守しなきゃいけないとかな、そういうなんか無遅刻無欠席だったんですよ小中高って。まあでも中高は定額とかもらったんで結局皆勤賞はもらえなかったんですけど、でもその、まあ、教育のおかげでだいぶ、まあ、そこら辺強くなった。体丈夫になったし、風邪は引かないですし、まあでも尊敬してますよ。すごいいい教育してもらったおかげで今の、まあ、自分の思考とかなんかあるのかなと思うんで。ゆい選手の今のライジンでの活躍って、若者から見ると
まあ、ボディービルやってる時もそうだけども、そのなんかストイックにやるのが、私はそういうの絶対できないので、すごいなと思いますけどね。そういう力がこの子にどこにあったのかなと思って、そう勉強もそういう極めるとかダメだったので、やっぱ自分の好きなことだとそんなできるのかなと思って、普通はその体重制限してこれだけって持っていくのできないし、雷神のところのいついつまでにこういうふうに鍛えて、ジムを1日にですね、その鍛えるのが何時間もっていうのが6時間とか全然ありえないんでねそれはすごいなと思うんですけど、いや見れないです、見れないです。あの録画をやっと、まあ、ちらっと見るかなっていうぐらいです。絶対見れないです。お姉ちゃんは好きで見てますけどね。あれもそうですね、親父も今回、ま、もう見に来てくれるって言ってるんですけど、私は行かないです絶対行かないです。この先の目標とか挑戦したいとか、またこの先あれば教えてもらって、まあ、あの前も行ったりとかしてるんですけど、ちょっと映画に出たいなと思って、はい、こうなんかやりたいことって何なんだろうみたいなんで結構生きてきて、仕事とかもいろいろやったんですけど、やっぱ目立ってるのが好きだし、なんかこう人になんか応援してますとかって言われるのがすごい好きだなって今でも思うんで、やっぱなんか常にこうなんか輝いてるところにいたいなっていうので前ネットフリックスとかの映画にその格闘技の名前売り切ってから行って、昔から僕もキムタクがすごい好きで、母親の影響なんですけど、キムタクみたいな存在になりたいなと思ってて、どのシーン撮ってもかっこいい人ってあんまりいないじゃないですか、日本人の男で。なんか何やっててもかっこいいし、年取ってもかっこいいし、言動とか一つにしてもそうだし、スポーツとかも何やらしても基本的に人並み以上できるし、まあ歌とかも上手いしとか、なんかで映画とか出てもキムタクになるじゃないですか。なんかああいうなんか何でもこなすなんか憧れの男みたいな人って、まあ、今ってそんないない、キムタク以降俺は現れてないと思ってるし、なんか俺はまあ格闘技やったりとかまだ道は違うんですけど、でもやっぱ男が憧れる男を目指してずっと生きてきてるんで、なんか次はそういうスクリーンとかで登場できたらいいかなっていう。僕、まあ、結婚して子供生まれて、なんか幸せな家庭みたいなんで、まあ、母親をちょっと幸せにするとかも全然いいと思うんですけど、そこはちょっと僕今できてなかったんで、自分がじゃあどこまでいけるのかっていうところで、うん、キムタクが好きになったらじゃあキムタクとかのラインまでいけたら、なんかそれはそれでなんかいいかなっていう。まあ、その医者の道を諦めた時点でなんか違う道で成功した姿を見せないといけないっていう、なんか俺の中でもずっとあったんで、まあ、ホストで、まあ、成功して、まあ、でもホストで成功してるのは別に親孝行にはならんし、なんかもっとやっぱり、まあ、今でもね、こう俺のこと見てますとかいう人結構なんか親の病院とかにも来てくれてるから、まあ、それだけでも嬉しいですけど、それの もっと最強版になりたいなっていう、もう突き抜けまくった存在になることが今の俺の目標だし、まあ、それで親孝行一発またして、まあ、いつか結婚して子供生まれたのが、まあ、ばあちゃんになってるかもしれないですけどまあいつかそこは見せれたらなと思うんですけど、まあ、今はとりあえずどこまでいけるのかっていう、そのキムタクみたいな存在になりたいなっていう、まあ、結構大きな目標ですけど、そのためにはまあ格闘技で一発名前打って男らしい姿見せて、そういうスクリーンの世界にも逃げたらいいなっていうふうに今の目標としては思ってますね。